皆さんこんにちは。今回は、ちょっと攻めた内容、鎮痛剤についてお話ししようと思います。ケース別ファーストエイド会、副題考えるの忘れてた。ちょっとなんかください。ケース別ファーストエイド会、しつこい痛みのもとに解熱鎮痛剤について、はい、今回は解熱鎮痛剤のお話をしようと思います。はい、いわゆる痛み止めですね。まあでもぶっちゃけ登山とは切っても切り離せない存在ですからね。ああ、もうおっしゃる通りですね。お世話になることの多いこの薬、皆さんのファーストエイドのキットの中にまず入っているであろう、この薬についてお話ししようと思います。でまずとても大切なことになりますので、初めにお話ししますね。かかりつけの診療所がある方におかれましては、医師にこの解熱鎮痛剤飲みたいねんけどええかな言うて、かかりつけ医に聞いてみてください。で、診療所ないしは病院ですね、かかられてる方はお医者さんに聞いてほしい。で、かかりつけ医がおられない方、元気な方もおられると思うので、そういう方は痛み止めをドラッグストアで購入されるときに、薬剤師の方に、普段こんな薬飲んでるけど、まあ、病院かかってなかったら持ってないと思いますけど、ちょっと飲もうと思うねんけど、ええかなって聞いてみてください。お薬手帳あんやったらお薬手帳を持っていけってこと？はい、それが一番ええと思います。薬剤師さんに相談されるんやったらお薬手帳を見せていただくのが早いと思います。飲み合わせのことを見てほしいからです。で、その時にダメって言われたら、マジで飲んだらダメです。具体的な例は後で話します。薬剤師ないしはドクターに、飲んでええですかって聞いてもうて、いいよって言われたら飲んでもらったらいいですけど、まあいいんちゃうみたいなもういいです。とにかく確認したいところは、ダメって言われるパターンは絶対飲んだらあかんってことなんです。それ以外は基本飲んでもいいっていう、自己責任の範囲ですけどね。で、まず結論から申し上げます。使用すれば当然ですが、すごい効果があります。でも、すごい効果の分だけ、すごい副作用があります。で、登山は非常に強い負荷がかかりますので、内臓もこの負荷に耐えるためにいろんなことをやってるんですよ。で、その影響をできるだけ避けるためにおすすめできるのは、アセトアミノフェンだけが入っている痛み止めです。結論はそのところになります。タイレノールやったっけ？タイレノール、そうですね。と、あと今脳神かなんかでもアセトアミノフェンオンリーっていうのが出てたし、確かね、タイレノールよりね、その脳神の方が安いんですよ。コストは気にしていきたいところですね。でね、やっぱそのたまに1回飲むというよりも、飲むとなると結構続けて飲んじゃうことが多いと思うんで、あとコストが安い、量を持っていけるっていうのは、アセトアミノフェンの特徴で、また後でちょっと飲めますけど、優位なところがあるんで、コストが安いっていうのは、ちょっとそれもまた後で話します。で、結論はそのとこです。で、なぜアセトアミノフェンはよくて、他のやつはあかんのかっていうのを、理由を述べていきますね。他のっていうと、イブプロフェンとかそういうのですよね。ロキソニンとか。で、アセトアミノフェン以外の痛み止めである、ロキソニンとか、イブプロフェンとか、そしてアスピリンですね。などは非ステロイド性抗炎症薬と呼ばれるジャンルの痛み止めになるんですけど、使用するとですね、その副作用として、胃とか腎臓の血流量が低下してですね、それらの臓器の働きが弱くなるっていう副作用があるんですよ。胃荒らしたりしますよ。胃粘膜を正常に保つためにいる物質を、生理活性物質を止める。ってことはさ、バファリンの半分は優しさでできてますってやるやん。胃粘膜保存剤。ってことは、胃をしばいて胃を保護するってこと？胃をしばかれても大丈夫なようにするって感じ。それ DV 野郎みたいなもんやんじゃん。表現殴るけどその後優しくするみたいな。胃粘膜保護剤が入ってる。バファリンは DV 野郎ってことか。じゃあいや、なんかあかんこと言った俺。 DV 野郎、まあそうっすね。 DV 野郎っていいところあるってことでいいですかそれ？だって優しいっていう瞬間があるから DV、 ああなるほどな、非 DV 上司は抜け出せないわけでしょ。ああ、そういうことか。だってしばかれてるから余計に優しい方が目立つんじゃないの？っていう野郎やな。おお、認めた。絶対悪やと思ってたんで DV 野郎って。ああ、いや、それ殴られるだけやったら多分その嫌になって離れるやろうけど、その優しくしてくれる瞬間が際立つからそっち側しか見えひんくてっていうことじゃないの？なんか良くない話ですね。うん、良くないと思うよ。ドルフのブートキャンプで、まあいい粘膜北剤が入ってますけどね、バファリンとかは。まあなんでそんなことが起きるんかっていうと、非ステロイド性の抗炎症薬っていうのが、炎症を抑える原因である生理活性物質を抑制するからそういういろんな薬効があるんですけど、その物質が胃とか腎臓が正常に働くために必要な物質なんですよ。はい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 、なるほどね。はい、そっちの方が DV 野郎としては表現が正しいのか。プロストグランジンの方が、その炎症物質の方が DV 野郎かもしれない。ああ、なるほどね。はい。アセトアミノヘンには、じゃあもう DV 野郎を DV 野郎でやっつけてるみたいなことやん。いや、でも結構体の中ってそういうの多いっすよ。ドロドロやな、その昼ドラ。はい。心臓と肺も人間社会の縮図みたいなとこがあるんで。でもさ、はい、洗脳を解くには別の洗脳で上書きするしかないみたいなのに似てるよね。あ、でも結構それってそうやと思いますよ。それってそうっすよ。でも多いっすよ、体の中で起きてることって。へえ、面白いね。はい、でアセトアミノフェンには炎症を抑える効果ってほとんどないんですよ。炎症って抑えた方がいいんじゃないって思いません？まあ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 、イメージとしてはそうですよね。まあ登山の時とか炎症を起こしてたらそれ止めたいですよね。確かに筋肉痛や関節炎には炎症を抑える方が有利な場合っていうのは多くあります。特に登山においては。ただコレステロールよろしく、炎症も絶対悪ではないんですよ。なるほど。別の話を持ち出せば、僕はアルギニンとかシトルリンとか入ってるいわゆる NO ブースター系のサプリメント好きなんですよ。であれってなんでたくさん摂取その NO ブースター系のサプリメントを使いたいかって言ったら血管をでもそれもありますよ。それも有名な効果で一緒ですよね。血管拡張させるときにそれいるんですよ。海綿体に血流を保つためには、すごいそこの効果が非常にもたらしてる作用としてはそういうことですよね。充血させるために一酸化窒素をたくさん利用するために NO 物質は使うんですけど、その一酸化窒素自体も炎症物質の一種として差し支えないものなんですよ。NO 自体が。へえ、そうなんや。そうなんです。喘息のチェックするときとか NO 調べますしね、呼吸の中の NO の値とか。で本来炎症とは体に生じたダメージから身を守るための防御機構なんですよ。やべえっつって体守るために起きてることなんで、過剰に抑制すればそれは治そうとしている体からしたらまあまあ邪魔なわけですよ。まああれですよね、そのウイルス入ったから発熱させてんのを無理やり下げるのもよくないみたいな話ですよね。まあ似てますね。でこちとら栄養を組織にたくさん運んでゴミを運び出そうとしてるのに何してくれとんじゃってなるわけですよ。なるほどね、体からしたら。で慢性的な肩こりの方は、時々抗炎症作用のある痛み止めを飲んだり湿布をずっと貼ったりされてる方がおられますけれども、あれはやめた方がいいですよね。僕それまさに僕で、師匠にそのメカニズムを教わって、製薬会社怖えってなったんやけど、まああれの話ですよね。あれの話ですね。で彼、ドルフ氏が飲みのそのイブプロフェンかなんか飲まれてて、それは良くないから痛いんやったらアセトアミノフェンにするべきやって言って、で湿布を貼ってるっていうのを聞いて、それもやんってなりましたけどね。あれはほんまにでも怖い話やでな。まあでもそんなもんなんですよ。で血流量の低下が肩こりの悪化の原因になると。で痛み止めが原因で肩こりが起こっていたら、薬の量が増えてどんどん悪化していくっていう、アカンスパイラルに入っていくと。でも薬効いてる間は楽になるからまた飲むわけですよ。まあじゃあ、飲むのをやめれないことになるってことですよね。飲んでる間は効いてるから。南アフリカのマジで一緒っすよね。今のはでも P した方がいいと思いますよ。赤、P した方がいいんじゃないですか。P しよう。あ、でも、いや、同じなんですよ、同じなんですよ。うんうん、そういう、ほんまにゴリゴリの違法薬物やってる人だって、うんうん、それがあるんですよ。って言いますよね。それで、中毒症状だけじゃなくて、そういう苦しさみたいなのから逃れるためにも、再度使用して、っていうのがあるっていいもんね、あれは。そうそうそう。うんうん、それがものすごい恐ろしい。うんうん、で、もうすごいいろんな人が苦しんでるから、うんうん、やっぱりちゃんとした専門医療機関の治療を受けてほしいと思います。ほんまにそういうことで今苦しい、まあ、僕らのチャンネル見てる人らはそんなことになってる人って少ないと思いますけど、うんうん、ダルク的なとこ行けってこと？うん、そうそうそう。あとはほんまにそのメンタルもそうですけど、うん、ほんまに悩んでる人とかってはあと思うかもしれないですけど、うん、南米の奥地とか、うん、東南アジアのシャーマンとかの力借りる人も いけるんですよ。まあそれは、まあ、別の話ですけど、まあ、そんなもんそういうことをされる方もいます。ほんまにでも悩まれてるんやったら考えてほしいですけどね、ご自身の身のために。そんな、まあ、痛みを止めるということっていうのは体が発している訴えを聞き取りにくく させるっていうお話なんですよ。うん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 。で、ああ、それあれやな。ハチミツとクローバーのハグちゃんが怪我した時の話やな。いや、少しでも早く次のステップに行きたいけど、はい、痛みが起きたっていうのがないと次のステップに行かれへんから、もう痛くて痛くてもう辛くてたまらん状態やけど、その痛みを察知するために痛み止めを飲まずにずっと耐え続けるっていうシーンがあんねんけど、ああでもそういうことか、そういうことです。体からメッセージが、体にはなんかむっちゃいろんなところで出てますけど、長い歴史の中でいっぱい育まれた能力ってものがあるんですよ、人の体って。類人猿ですけどね、我々哺乳類で類人猿ですけど、でその機能っていうのをの中にやっぱ痛みっていうのはすごい大事なもので、体が発してる訴えをよく聞くこと、耳を傾けることがすごい大事と。でそもそもですよ、漢方界よろしく鎮痛剤って痛みを止めるだけで原因除去の効果はないんですよ。で並行して原因検索を行うことが望ましいんですけれども、うん、飲んだ後に調べようと思ってもはっきりしないことが多いんですね。痛みが止まってるからわからないんですよ。なので飲むのは大事なんですけど、やっぱちゃんと原因を特定してから飲むことが望ましい。痛い飲むは、気持ちはわかりますけど、本当にその状況から出したいのであれば、やるべきことは別にあるってことです。なるほどね。はい、出さないといけないんですよ。ドルフのブートキャンプ。で、ここからは冒頭で述べさせていただきました医師や薬剤師にその薬を飲んでもいいか確認してほしいという話について事例を一つお話ししようと思います。まあ一応この話ってライブ配信でやろうと思ってたから出す話なんで、うん、まあ普通にコメント欄でも書いてもらったらと思うんですけど、うん、おーそれそれみたいな感じで言ってもらったらと思います。亀 AP さんは痛み止めを飲んでいると言っていました。うん、その人はちょっとまあ体が痛い言うて、うん、でどこが痛いのかと聞くと胃が痛いんだって言うんですよ。うん、痛み止めは何の薬を飲んでるのって質問すると AP さんはこう答えました。うんアスピリンを飲んでいると答えました。アスピリン飲んでるのかと。で理由は普段から飲んでいるからだって答えたんですよ。はい、でその人は胃が痛い言うて何飲んでんのって聞いたらアスピリンを飲んでると。でこの時点で確信に触れるコメントを書かれた方がおられたらそれはもう僕の負けですわ。うん、話し続けていきますね。うん視聴者参加型のコンテンツを頑張って作りたいと思って抵抗してると思ってください。で普段から飲んでいるということは、いつも胃が痛いんかと質問すると、AP さんは、いや、そうなんやと、だから胃に優しいバファリンを飲んでいるんだと答えたと。で、普段からアスピリンを飲んでいると答えていたが、それはバファリンを内服しているという意味かと聞くと、AP さんはこう答えたんですね、いいや、違うと。で、質問を続けることにします。胃が痛むのは、食後に痛むのかと質問すると、食後ではないと、今みたいに登山してるときに痛むんだって答えるんですよ。もうここでだいぶほとんどの医療従事者の方とか、いや薬学に精通されてる方とか、おおってなってると思いますけどね、話を続けます。最後の質問として、普段から飲んでいる薬の名前はって聞くと、AP さんは、バイアスピリンだと答えたんですね。うん、はい、怖い話でした。いいな、このドルフ氏を置いてきぼりにしてる感じ。コーヒー飲もう。ドルフのブートキャンプ。バイアスピリンってつまりどういうこと？アスピリンの逆ってこと？あー、違います。バイってどういう意味で使うの？この場合。商品名です。バイアスピリンって商品名です。そういうこと。はい。はい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 。で、この話のミソを話していきますね。うん、はい。AP さんの痛む臓器は、うん、そもそも胃ではなくて心臓なんですよ。で、正確には心臓に栄養している冠状動脈っていうのがあるんですよ。はい、冠動脈とも言いますけど、うん、肝臓の動脈と間違えられるんで、冠状動脈と言いますけど、はい、冠状動脈がっていう血管が詰まりかけてる病気で、狭心症っていうのがあるんですよ。うん、心臓に栄養してる血管ですね。うん、でその血管が詰まらないようにするためにバイアスピリンという薬を飲んでおられたと、うん、でバイアスピリンっていうのはアスピリンと全く同じなんですよ、成分的には、うん、違うの量だけなんですよ、うんうん、で痛み止めとして飲まれるアスピリンなんですけど、量が少なかったら血をサラサラにしてくれる効果があるんですよ、うんうん、抗血小板剤として、うん、で、問題は全く同じ薬なんですけど、量が少なかったら抗血小板薬として機能するから、血をサラサラにする力があるんですよ、うん、遅くて流れが速いところの血をきれいに流してくれるんですよ、うん、でも量が多くなったら解熱鎮痛消炎剤になるんですよ、うんそのサラサラにするっていうのは粘度自体を下げるみたいなイメージってこと？細かい話になるんで、うん、あれですけど、また次にしようか、じゃあ。はいはいはい、細くて流れが速いところには高血小板剤って感じです。血がゆっくりで流れがよどみやすいところには抗凝固薬が使われます。心房細動の人はベルヌイの定理的に言ったら、細いところって流れ勝手に速くなるやんか、はい、で広くなったら流れって遅くなるけど、言うたらそのよどみですよね、起きやすくなるやんか、はい、でその作用させたい部位が変わるから、その薬の種類が変わるってことやなっていう認識で、で問題は心臓を守るはずのバイアスピリンが、うん、ただのアスピリンになってしまうと、うん、普通のアスピリンバーって飲んだら、うん、でおまけにアスピリンは代謝性のアシドーシスの原因にもなるんですよ。はい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 、はい、AP さんと言いましたけれども、ってことはあれか、はい、その普段弱いアスピリンを飲んでるけど、登山中に強いアスピリンを飲むと血をサラサラにする作用がなくなるから、結果として良くない作用が起きているっていう話をしたいってことやんな。冠動脈詰まりやすくなるでしょうねっていうことやんな。どれぐらいの時間でそれが起きるか分かんないですし、これ実際にあった事例じゃなくて、僕が勝手に仮想的に作った事例なんで。ああ、なるほど、はい、怖いよねって話。要は僕が伝えたいのは、普段飲んでる薬があるよねと。で多分バイアスピリン飲んでる狭心症の既往がある方で、登山に行くんだぞと、でアスピリン飲んでもええかって薬剤師に聞いたら、秒でダメって言われますわ。そのさっき言ってたバイアスピリンと薬効がダブルというか、打ち消してしまうからってことですよね。そうですね、濃度が上がってただの N 製剤になってまうんで。という話ですね。今のでもさ、俺が翻訳せえへんかったら伝われへんと思うで。やっぱり、申し訳。要は、飲んでる薬があったら薬剤師とかドクターに聞いてほしいって話ですね。その要は良かれと思って飲んでるけど、その専門的な掘り下げていったら、その作用が変わってしまったりとか。そうそうそうっていうことが起きることがあるから、飲み合わせに注意してくださいってことを言いたいがために、今のややこしい話をしたってことやな。おっしゃる通りです。はい、 OK です。アセトアミノフェンって、めっちゃ僕いいって言ってるけど、あんまり効かへんねんなっていう声はよく聞きます。で確かに抗炎症作用がリスクより利益が勝つことっていうのはあります。僕も抗炎症作用のある比較的に優しいロキソニン持ってます。ただロキソニンたちにできなくて、あまり効かないと言われるアセトアミノフェンにしかできないことがあるんですよ、それは増量です。ロキソニンって1錠飲んだら6時間間隔を空けないといけないんですよ。うん、でアセトアミノフェンはお薬の説明、普通のタイレノールとかには書いてないですけど、うん、普通の医師処方箋として出されるような病院で処方するときの添付文書、うんうん、アセトアミノフェンの添付文書にはこんだけの量やったらいいよって書かれてるんですよ。あれさあ、はい、俺それな聞きたかったんけど、はい、市販でアセトアミノフェンの成人男性が例えば2個を1日3回とか書いてあったとするやん、はい、その量と病院で処方されるアセトアミノフェンの量と全然違えへん？全然違います。全然違います。その話やんな、要は。そうです、そうです。いやあれさ、はい、病院から出る量ってびっくりするぐらいの量出てない？あ、めちゃめちゃ出ますよ。そうやんな。はい、アセトアミノフェンって、うん、ちょっとかなり脱線するんですけど、うん、この寒い中だってあれさ、はい、1回で飲む量で市販薬1日分ぐらいの量とかってなんか出されたりせえへん？しますしますします。そうやんな。アセトアミノフェンって水に溶けないっていう性質があるんですよ。うん、で水に溶けないってことは点滴で注射薬として投与できないんですけど、はい、それが開発されたんですよ、はい、水に溶けるアセトアミノフェン、はい、でそれを痛み止めに使うんですけど、うん、1バックあたり 1000mg とか入ってますよ。はい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 。でそれを15分間で投与とかかな。で体重によって量を変えたりするんですけど、うん、何千ミリグラムとかの世界です。1グラムとかです。でタイレノールとかやったら200ミリグラムかな、300ミリグラムとかかな。そうですよね。1錠あたり、でそれを56錠一気に飲むみたいな話ですわ。あれ1回2錠で確か300とかやったんちゃうんかな、成人男性で。あ、ですかね。うん、まあなんでそれぐらいの量を使ってるんです。でも骨折とかで運ばれてきたら、うん、まずアセトアミノフェンの点滴使ってますわ。アセリオっていう。それで疼痛をコントロールしますわ。骨折は痛いからね。いやまあそれはそうっすね。うん、まあ痛いけど、うん、それ以上悪くならないじゃないですか。ごめんなさい、ちょっと悪くなることもある、コンパートメント症候群とかになってはあるけど、基本的には病院に運ばれてきたら、それ以上は良くなる一方なんですよ、骨折って。解放しなければでしょ。まあ、感染とかコンパートメント症候群とかありますけど、基本的には変わらん。あ、病院に行ってしまった後の話ね。はい、到着した後は。なるほどね。はい、痛いと思う、でも、それ以上痛くなることっていうのは、そこまでないと。あでもな、はい、間違った状態で固着し始めてる骨折を正しい位置に戻されるのがあれ一番痛いで。それは、うん、痛いと思う。びっくりするぐらい痛いであれ。それは、うん、痛い。しかもあれさ力ずくで戻しておるやんか。でもそうしないといけないから。もうあれ寝さしてほんまに。ああまあな。うんはい、うんでまあ、推奨するわけじゃないですけど、うん、アセトアミノフェンは量を増やすことができますよっていうのも推奨するわけではないんですが、ロキソニンはダメって言われてるんですよ。1錠飲んだらもう6時間間隔空けて飲まないいけまへんよと、量を増やすとか持ってのほうがですよみたいな、でアセトアミノフェンは添付文書にこのぐらいの量は飲めるよねっていうのが書かれてるから、まあ、最悪いけるやろなっていう話をしたいだけです。推奨するわけではない。あとあれですよね、アセトアミノフェンに関しては肝臓の負担がでかいっていうよね。あ、そうそうそう。だから肝臓に病気がある人っていうのはこの話絶対に聞いたらあかんよね。うん、ダメですね。です。はい、肝臓あかん人山登るんかな。まあいいやいいやいやいややめ。ああ、そういう話か。はい。基本は元気な人って設定での話にはなっちゃうので、まあ。なるほどね。そんなん言うたって、登山って特殊な環境やんと。うん、頭痛いねんと、今回だけはロキソニンの量を増やして飲んでもええやろって言うてる人がたまにいるんですよ。僕は言いたい、ロキソニンって2010年まで劇薬やった薬ですよ。劇薬って医薬品の成分の中で致死性の高い成分を定める言葉なんですよ。頭痛いって言って飲むんですよねと、頭痛の原因が脱水やったら、ただでさえ血流が足りなくって困ってる腎臓の血管を締め上げることになって腎障害の原因にもなりますよと。うん、腎臓にダメージが加わってですよ、うん、腎臓って完全に壊れたらもう二度と戻らないんですよ。透析とかが必要になる臓器ですよね、極端であれば。で2004年の出来事なんですけど、はい、アメリカで発売禁止になった痛め止めだってあるんですよ、うん、それは血栓ができるリスクを上げるっていうことが分かったからなんですね、うん、まあまあやべえ理由なんですよ、うんうんうん、で僕が言いたいのは薬には必ず副作用があります、はい、とにかくドラッグストアでフリスクの近くに売っている見た目もよく似ているからと理由だけで決して軽々しく飲まずに気合を入れて内服していただきたいと思います。僕からは以上です。それがロクソニン。はい、そうですね、ロクソニンな。なんか要するにこの回は何、ロキソニン飲むのを注意しようっていう回、アセトアミノフェンを飲んでほしいって話です。ああ、それはもう口酸っぱくいつも言ってるじゃないですか。はい、うんうん、でロキソニン飲むんやったら、うん、まずアセトアミノフェンを飲めと、うんうんうん、でも効かんってなったら自己責任にはなっちゃうんですけど、うん、量を増やすっていうことも考慮できると、うんうんうん、でもそれでもあかんかったらロキソニンを飲むっていう選択肢もあるよねと、うん、炎症がひどくあったりとか、うんうん、具体的に言うと歯痛いとか、うん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 、もうそんなんはロキソニン使ったりとかしなどうにもならんことあるかもしれないですね、はいはい、歯痛は辛いからね。辛い、マジでほんま何も手つけへんくなるから、はい、うん、とかそういうパターンですね、うんうん、で腹内臓が痛い系で、うん、ロキソニンは飲むなとは思います。ああ、なるほど。アセトアミノフェンにしろって感じです。内臓が痛い系は、内臓が痛い系はそれこそブスコバン飲んだ方がいいとかあると思います。うん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 。ただむやみやたらに飲むっていうことはあくまで全部リスクと利益を天秤にかけて飲まなあかんですよ、うんうんうん、ドラッグストアに売ってる2類医薬品や1類医薬品や手に入りますわ、うんうん、レーバー薬局行ったら医師処方箋じゃないと手に入らない薬も手に入ります。僕もレーバー薬局行って薬手に入れてます、うん、なのでセルフケアっていう意味でもいっぱいいろんなお薬が病院に行かずとも手に入るいい時代なので、うん、工夫してもらったらなと思います。なるほど。はい、詳しい薬剤師の方はコメント欄にちょっとなんかこれ言っときたいとかあったら書き込んでください。うん、あとまあ「おい師匠それは間違ってんじょ」っていうのも、ああ、それはもうぜひぜひぜひ、ね、はい、それはもうぜひおっしゃっていただきたい。うん、なんでかって言ったらそれは僕のための勉強になるんで、うんうん、はい、よろしくお願いします。僕からはそんなとこですね。まあとんちんかんな意見でも別に言ってブラウンブには全然ね、そうそうそう、あまりにもトンチンがあったらガッといくっていうだけで、僕がガッといくのは命に関わる場合とか、うん、もう明らかにやばい場合だけ、うんうん、で他は別に何も「ああそうですか」でしか言わないです、うん、まあ、あ、はい、たまにねちょっと「大丈夫か?」っていうコメントしてくる人おるけど、はいあとはもうアレルギーだけ気をつけなかったですね、アレルギーね、お薬は、うんうん、はい。まあでもアレルギー持ってる人でさ、ある程度の年重ねてる人やったら自分が何アレルギーやっていうのはある程度把握してるやろうと思うけど、 そんなこともないんかね。いや大丈夫だと思うんですけど、まあ、家で一回使ってみてほしいのはもうこれは変わらない、まあ、ところですね。だから今回の話だけじゃなくて、その師匠が過去に上げてるファーストエイド系の動画は合わせて見てほしいっていうのが正直なとこなんですけどね。ファーストエイド界の4話ぐらいに分けてやったじゃないですか、うん、一発目、うんうんうん、1話目の再生回数が低い、まあ、一番大事なこと言ってんねんけどね、あれね、うん、ファーストエイドっていうのはあくまでも山から安全に脱出することだけを目的に考えてるものなので、うん、日常的にセオリーとしてはハテナがつくような使い方をしなければならない時もあるっていう前提の話を第4回の1話目でしてるんで、1話目を初めから全部見ろとは言いません、はい、文字で出てるから YouTube の動画をパンとつけて、もちろん初めから最後に見てほしいですけど、もう時間がないと、余裕がないかったら、もうシーカー動かして、その画面だけパッ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 パって見てもらうだけでもいいかもしれない。ああ、なるほどね。はい、努力しない申し訳ないけど。いや、いいっすよ、いいっすよ、別に。それも検討していただきたいです。まあ、うちの動画なんか映像なくてもええと思ってるし、正直YouTube とは僕からはそんなとこですね。 YouTube と言いつつ半分ラジオやと思ってるからな、うちの動画は。はい、楽しんでいただけたら幸いですけど、マジながらでいいと思ってるし、はい、それこそほんまその1話だけ通勤中の電車内で映像なしでピューッと耳だけ追ってもらったらそれでいい話なんですけどね。まあ喋ってますからね、だと思いますよ。まあ、そんな感じ。はい、はい、じゃあご視聴いただきありがとうございました。ゴルフのブートキャンプで、抗血小板剤とか抗凝固薬とかって飲まれてる方って、怪我したら特に僕の印象ですけど、抗凝固薬飲まれてる方、はい、めちゃめちゃ出血するんで、それは心房細動とかの人が飲んでる薬ですよね。そうですね。あの人だって要は外傷を負った時に血が止まれへんから外傷を負わないように細心の注意が必要になるとか言うじゃないですか。そういうことですよね、今言ってるの。ほんまにびっくりするぐらい出血するんで。らしいですね。で、コアインは、コアイン、ミスターシューさんとか今そうですもんね。あ、ほんまに危ないんですよ。バーン行くでしょう。血腫作ったりするんですよ。足ぶつけたりとかでも、もうめっちゃ出血しても血腫作ったりとか。あ、内出血でもあかんってこと？すごい血腫できます。血の塊ができたりとか、あと鼻血とか、あと歯茎とか。あ、それであかんの？もうすごい出血します。で、ああ、そうなんや。で、僕は止血剤でキトサムっていうのを持ってるんですけど、あれはその人間の体に乗っかってるその凝固のそのカスケードがあるんですけど、凝固のカスケードと関係なく止血する力が持ってるんで、カスケードっていうとややこしいけど、あれなんて日本語で言うの？階層か。階層かな。すいません。フィビリノゲンがとかいっぱいプロトロンビンとかいっぱい登場人物があって、すごい複雑なことして血って固まってるんですよ。で、その第何番凝固因子とかを止めてるとかの触る薬とかがあるんですよ。あれってでも作用する多分順番の話やんな、それって。順番です、順番です。いろいろ変わってって最終的にガチャンって固めてくれる、血を固めてくれるやつになるんです。階層でいいんかな。はい、そうですね。で、まあ、そこの一部をこう止める薬が新しく作られた経口摂取する抗凝固薬っていうのが出てるんですけど、それがマジでビビるぐらい出血するんですよ。ほんまにほんまにもうやばいんですよ、マジで。消化管出血もしますしね。はい、でもいるから飲むんですよ、もちろん。はい、でも一番怖いのはそういう薬飲んでる人が頭打つことですわ。こんなんとかって足とか太ももとかこんなん打ったって血出てバーって膨らんでも、まあやばいですけど、大丈夫ですけど、頭の中で同じことされたらやばいんですよ、マジで。言いますよね、頭の中どっか過剰に圧迫されたりとかしたらその脳みその何かが止まったりとかしてとか言うもんね。めっちゃやばい、ほんまにめっちゃやばいんで。それあれやもんな、はい、治療する時頭蓋骨オープンすんねんな、確か。はい、そうっすよ。やんな、オープン、まあドリルでビーって。それは確かなんか赤い秀和がなったんよな。ああ、まあでもイオン、はい、試合中、硬膜下血腫になったんでしょうね。ほんでその頭蓋骨外してる状態で自分で寝ぼけてこうやって脳みそ触ったら「おえ」って吐いたって言ってたわ。すいません、それは止めなあかん。周りが赤井さんおもろいなあ思ったわ。はい、どこまでほんまかちょっとわかんないですけど、はい、バーって。はい、ブルーホールバーって。それ穴開けてそこから血を抜くの？圧を逃がすんじゃなくて血を抜くん？圧を逃がすって外源圧とかってなったらもうバコってあげますわ。バコ。こうビービービーってバコーって開けて、でしばらく開けたまんまにします。でドリルで穴開けるっていうのは、それつまりその結集除去です。血が固まれへんから、そこから血が抜けるってこと。中に硬膜下血腫とかができたら、血抜くためにビーって穴開けて、でどういう詳しい主義かは分かんないですけど、そこから血結晶を抜いて脳を守ります。で強い外傷を受けたりとかして、脳みそがパンパンに腫れ上がったりとかするときは、外源圧って言って頭の骨がバコって外して、脳の腫れが引くまで開けっぱなしにしますね。多分赤井さんのはそっちちゃうかな。ああ、じゃあ相当やばかったんでしょうね。でグリセリンとか投与されますわ、頭の腫れを引かすために。で ICP モニターっていう脳圧を測るためのセンサー入ったりとかします。で痙攣を抑えるための薬を打たれてっていうので厳格な管理をされると。感染が恐ろしいんですけどね、そういうのって。